2011年4月ドラマ、金曜日夜10時、TBS 系列、生まれる。51歳の母親が妊娠、その時長女は、命、そして人と人との絆を問いかける、至極のヒューマンドラマ。ということで、公式サイトの始めにによると、命、そして絆、この二つの言葉の根底が崩れていくニュースが、ほぼ毎日のように耳に入ってくる。実の親子が命を奪うという悲しいニュースも少なくはない。しかし一方で、高年齢出産などで新しい命と関わるということも年々増加傾向にあるのもまた事実。金曜ドラマ、生まれるは、そんな高年齢出産の事実を突きつけられた林田家のそれぞれの物語を中心に描かれる。主人公である林田真奈美は、林田家の長女として、同じ女性として母親の一番の理解者でありながらも、51歳での母親の妊娠を到底受け入れられない。また、真奈美が直面する兄弟の様々な問題。林田家は母親の妊娠を機に大きく変わっていく。そこには、それぞれの立場で悩み、問題を抱えながらも、もう一度命の尊さに触れ、人と人との絆を思い返すヒューマンドラマがあり、まさに今そこにある現実に直面した時のそれぞれの葛藤がリアルに描かれる。そして気づかされる。生まれ、生きているという奇跡。なかなか今までにないテーマですよね。そんな生まれるのストーリーなんですが、物語の中心となる林田家は2男2女の4人の子供と両親の6人家族。主人公である長女の真奈美は都内にある小さな雑誌の編集プロダクションで働くアシスタント。次々と企画を通し成功を収めている上司、国木美和を心底尊敬しているが、自分の企画はなかなか通らない毎日。家族の中では3人の兄弟の面倒を見るしっかり者だ。長男の太一はデザイン会社に勤めるデザイナー。だが、企画がなかなか通らず悪戦苦闘する毎日。そんな太一が唯一心を許せるのが、優しく太一にアドバイスをしてくれる先輩の水川真帆。太一はそんな真帆に密かに惹かれていた。ある日、太一の前に突然一人の男が現れ、太一にある真実を告げる。そのことを聞いた太一は激しく動揺するが、そして大学生である次男の浩二は合コン三昧の毎日を過ごし、しかも女子から抜群の人気を得ていた。しかし浩二には隠された過去があるようで、末っ子の次女美子は成績優秀で弁護士を目指す高校生。そんな美子もまた家族に言えない悩みを抱えていた。そして4人の子供の両親である林田新平と愛子は小さなパン屋を経営している仲睦まじいおしどり夫婦。ということで、林田家は一見どこにでもいそうな普通の家族。ところが父親である新平が急死し、状況は一変する。突然の夫の死で途方に暮れる愛子。そんな母親を見て真奈美は家族を懸命に支えようとするが、それぞれの立場で勝手な意見を言う兄弟たちとぶつかる。そして父親の死の悲しみも言えぬ中、マナミは愛子から突然妊娠したと告げられる。確かにこの状況で妊娠したって告げられたらびっくりするとは思うんですが、よくある話のような気もするんですけどね。ただ50を超えてのね、妊娠出産っていうのはね、これはそんなに例がないと思うんですが、まあ近所の目とか世間体がありますからね。それをどうやって乗り換えて産んでいくのかっていうのもまあ見どころですけどね。そして気になるキャスティングなんですが、4兄弟の長女林田真奈美25歳には堀北真希、真奈美の弟で長男林田太一24歳に関ジャニ∞の大倉忠義、続いて林田家の次男林田浩二20歳にジャニーズジュニアの中島健人、末っ子の次女林田美子17歳には竹富聖香、さらに林田家の父親林田新平58歳に三宅裕二、そして51歳にして妊娠し異例の高年齢出産に臨むことになる母親林田愛子には田中美佐子。一方、愛想はないが腸がつくほど腕利きの産婦人科医で愛子の分娩を担当する医師近藤匠に大杉玲、さらに真奈美が勤める編集プロダクションの上司で憧れの存在国木美和に戸田恵子、太一が勤めるデザイン会社の良き先輩で姉御的存在水川真帆には酒井若菜、まあお父さん役の三宅裕二以外美男美女の家族ですよね。でも堀北真希ちゃんって最近強い役が多いじゃないですか、うん、弁護士の役をやってたり、あと映画では白夜行ですごい芯の強い女性の役をやっていましたから、ね、今回もちょっと楽しみですよ ね。それからですね、高年齢出産をテーマにしたドラマ生まれるの見どころの一つとも言えるのが、
脚本を担当するのがバラエティ番組の放送作家として有名な鈴木おさむ、森三中大島美雪の旦那でもありますけどね。スマスマとかめちゃイケやってますよね、うん、ブスの瞳に恋してるの著者でもありますし、うん、どうしてもそっち系かなって思うんですけどね。ねえ、うん、でまあそのあたりに関して鈴木おさむ本人のコメントなんですが、最近自分の周りに高年齢出産をする方が多く、赤ちゃんを産んでそこでただおめでたいという気持ちだけでなく、さまざまな悩みを持っていること、実際に高年齢出産というのがとても大変だということを知りました。今回はコメディタッチではなく本格的なドラマを作りたいという思いがあります。人が一人生まれることにはたくさんのドラマがあり、いかに大変で奇跡的なことなのか、意外と知られてない高年齢出産の情報や今までにドラマで取り上げなかった内容もたくさん出てくるので、視聴者の皆さんはドキッとするのではないでしょうか。出産を知らない若い方々にも子供を産むということはどういうことなのか、ドラマを見てそれぞれの立場で生まれるということについて何かを感じていただけると嬉しいです。ところでそんな生まれるのサポーターにはアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社がついていただけることになりました。ということで、高年齢出産をテーマに命と絆を描く物語、生まれる、楽しみにしたいと思いますね。はい。